月にお願いをいたします。それでは始めさせていただきます。一番向こうの方からどうぞ。電気新聞の佐木坂と申します。よろしくお願いいたします。原子力発電についての考え方についてお伺いしたいと思います。鳥取での出馬表明会見では原発ゼロに近づける努力を最大限するとおっしゃいましたが、直近での都内での会見では原発ゼロを目指すことは考えてないと発言されましたが、なぜこうした軌道修正をされたのかということが一つと、また何か原子力に対してどういう懸念を抱いているのか、災害ですとか敵国からの攻撃というお話もありましたけれども、そして対策については原子力規制委員会の方でも審査もしていますけれども、改めて原子力に対するどういった懸念がお持ちなのか、お考えをお伺いできないでしょうか。一問一答でよろしいですか。安全性は最大限に確保されなければなりません。それは東日本大震災における原発事故、あれが風化されることはあってはなりません。原発の安全性は自然災害から最大限に守られるものでなければならない、これが第一です。もう一つは、防衛庁長官を務めておりましたときに、いかなる攻撃に対しても安全な原発であるかということは徹底的に議論をいたしました。物事の性質上その詳細に立ち入ることはいたしませんが、いかなる攻撃を受けても原発は本当に安全なのかということは最大限に追及をされなければなりません。この2つを私は決して忘れることはございません。その上において、これから先人口は減るのですが電力需要は上がっていくというふうに見込まれております。 AI 社会というのはそういうものです。安定的にエネルギーが供給されるというのは国家にとって極めて重要なことであり、今のエネルギー自給率は太平洋戦争に突入したときよりも低い、こういうことを私は忘れることはございません。その中において原発の安全性を最大限に高めるということ、そして潜在力がありながら十分に利用されていない地熱、小水力発電、そういうものの可能性を最大限に引き出していくということであります。そして AI 社会は電力をたくさん使う時代だと決めつけるものではありません。どうやって超エネルギー型の AI 社会というものを作っていくかということも最大限追求をされなければなりません。それらの結果として原発のウェイトが減っていくということは結果として起こり得ることであります。原発ゼロが自己目的なのではありません。安全性が最大限に確保される、そして再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限に引き出す、省エネルギー型の AI 社会を目指す、その結論として原発のウェイトが下がるということが実現するということを申し上げているのであって、安定したエネルギーの供給というもの国家にとっての生命線の一つであるという考え方には全く変わりはございません。はい、それでは、じゃあどうぞ。原発政策で関連してなんですけど、産経の、はい、失礼しました、産経新聞の真っ先です、はい、原発政策で関連してなんですけど、当面安定的な電力供給にあたっては原発っていう選択肢は外せないと思います。で、先ほどおっしゃられたその再エネやその省エネっていう取り組みについては、それは中長期で考えるべきもので、当面のその電力需給っていうものを考えたときに原発のそのリプレイスであったり再エネ核燃サイクルっていうものについてどうお考えなのかということを一つと、あともう一つ憲法改正について伺いたいんですけど、長年石破さん憲法改正の議論に携われたと思うんですけど、総裁任期中の会見憲法改正っていうものを目指されるのかで、目指されるのであればどういった項目について優先的に国会発議にかけるのかで、またその具体的な憲法改正の国会発議
の、 そのタイミングっていうものを今の党内議論とか憲法審査会での、 その議論っていうのを憲法審査会で の、 その議論の進捗状況とかっていうものを踏まえて、あの具体的にあるのかっていうことを伺いたいと思います。はい、まず第一点、確かにご指摘の通り地熱であっても小水力であっても今すぐそれが実現するものではありません。しかしながらああでもないこうでもないという議論をしていても仕方がないのであって、そういうものの可能性を最大限に引き出すという取り組みには今すぐに着手をしていかなければならないということを申し上げているのです。あるいはリプレースにしても同様であります。そこにおいてそれでは小型の原発というものがどこまで可能性があるのかということも追及をしていかなければなりません。安全性というものはきちんと確保されるということと、国民に安定的にエネルギーを供給するということは喫緊の課題であり、そのことにすぐに取り組むということを申し上げているところでございます。憲法改正については先般党として決定をいたしたことは、それはいささかも変わるものではございません。私が総裁になってもその路線は不変でございます。それをきちんと実現をするということであって、優先項目は党で決定した通りのことでございます。私はなんで自由民主党の国会議員をやっているかというと、憲法改正にきちんと取り組むという政党だからであります。しかしながら衆参の総議員の3分の2、これの賛成によって初めて発議が可能なものであって、そこに向けての努力をしていかねばならないのは当然のことです。じゃあ憲法改正ができないから仕方がないや、私はそう思っておりません。平成24年に憲法改正草案を作ったときに、合わせて安全保障基本法というものの概要をお示しをいたしました。私は責任者として説明もいたしました。この国には50の基本法がありますが、安全保障基本法がない、本当にそれでいいのかということであります。いろいろな防衛政策について基本法というものをあらねばなりません。そしてそれは与野党の真摯な議論、それは有事法制、国民保護法制ができたときに大勢の方の努力によって多くの野党の方の賛成を得て、あの法律は成立をいたしました。それはこれからでも可能なはずであります。憲法改正は党で決めた路線を維持をいたしてまいります。優先順位はあそこで定めた通りでございます。合わせてそれができないから何もできないというような、そういう態度を私は取りません。必要なものを必要な時にきちんと制定する、そのことも合わせて実現をいたします。はい、それではですね、あの皆さん、その後今度後ろ行きますので、なんか森岡さんご指名だよ。朝日新聞の森岡と申します。あの政治と金の問題について伺います。あの今日 の、 あの政策集の中で、もう不記載議員と向き合い激しく厳しくあの反省を求めるというふうにあの記述があります。あのこれまでも総裁になられた場合は、あの不記載議員とともに説明責任を果たすというふうに言ってこられています。一方でその不記載議員はすでにあの記者会見などはしており説明責任を果たしているという主張をしています。まあ、そうした中で具体的にどのように説明責任をあの求めるお考えなのか教えてください。国民が納得しなくて説明責任を果たしたことになると私は全く思っておりません。それはそれぞれの議員さんが説明することもそうですが、自由民主党として共に説明責任を果たしていかねばならないということを申し上げているところでございます。それは政治活動に使ったということでありますし、そしてまた収支報告書も訂正をしているということであります。じゃあ国民は納得したかといえば、まだ納得してない方大勢おられるということも事実として認識をしなければなりません。それはその議員さんが説明を果たしてねということではない。問われているのは我が自由民主党そのものが問われているのであって、総裁たる者がその方々ときちんと話をし、自分が納得をし、共に国民が納得してもらえるまで説明責任を果たす、当然のことであります。
私はそのようにありたいと考えております。はい、簡潔にお願いします。今多くの国民がまだ納得してないという話がありました。で説明責任を果たす場としては国会の政治倫理審査会が重要だと思います。野党から出席の要求があった議員のほとんどが出席に応じずに政倫審での説明というのは一部の議員に限られました。総裁になられた場合にこの出席を求められている議員に対して政倫審への出席を総裁として促す考えはあるのか教えてください。それも一つの選択肢として私は否定をいたしません。しかしながらそこにおいてきちんと説明責任が果たされているんですかということであります。私自身が先ほど来ルール申し上げているのは党としてきちんとお話を聞き共に説明責任を果たすということを申し上げているのであって審査会に出席するということは選択肢ですがそれで説明責任を果たされたというふうに断ずることは私はいたしません。はい、それでは目が合ってるつもりの女性の方どうぞ。すいません。はい、どうぞ。女性の方もいっぱいおられまするが、じゃあ女性2人続けていきましょう。すいません、毎日新聞の佐藤です。外交安保についてお聞きしたいんですがアジア版 NATO の創設とおっしゃってます。これは安全保障上の懸念国というのは中国なのかロシアなのか北朝鮮なのかどこを想定した枠組みなのかというのが一点、もう一点は日米地位協定の改定ですがこれ具体的に何条を改定するおつもりかお聞かせください。はい、それは国家についていろんな論評をすることは差し控えますが意思決定という過程が非常に短い期間でトップの意思によって決まる国、そして多くの核兵器それも長距離の核兵器を多数保有している国というのは懸念国として評価をすべきものだと思っております。しかしながら同時にそういう国々と信頼関係の醸成を図るというのは当然のことであって、私は防衛の仕事をしておりますときに、そういう国々の首脳、あるいは軍人、そういう方がお越しになりました。私、大臣として可能な限り議論をしました。もちろん機密に当たるものはお見せすることは絶対にできませんが、自衛隊の装備を見て、本当に日本が侵略国家になると思いますかということです。そこはプロの議論であって、そういう形の議論を積み重ねるとともに、信頼関係の醸成を図るということも、合わせてやっていかねばならないということは当然のことでございます。第2点のご質問につきましては、何条ということを申し上げることは今、記憶にございませんが、私は必要なのは、対等な地位協定って何なんだろう。NATO と比べてどうなんだろう、韓国と比べてどうなんだろうということは、そもそもの安全保障の条約が違いますので、そのことは比較の対象にならないと思っております。比べるべきは、仮に合衆国に、我が自衛隊が訓練基地、あくまで訓練基地です。陸上自衛隊、航空自衛隊は、地理的な制約もあって、十分な訓練ができると私は思っておりません。それを訓練を目的とした基地を合衆国に作ることによって、在米日本自衛隊地位協定というものは当然必要になります。それと日米地位協定は全く同じものでなければ、それをもって不平等条約というのであります。私は地位協定の改定を目指すからには、そのための手法、そしてそれが同盟関係の強化につながり、地域の安全保障環境を向上させるということでなければだめだと思っておりまして、このことの議論の具体化に向けて、着手をしたい、このように考えておる次第でございます。はい、じゃあ、先ほど示した女性の方。すみません、テレビ朝日の報道ステーション、下村と申します。選択的夫婦別姓について改めて石破さんのお考えを伺いたいです。小泉進次郎さんは先日法案を国会に提出して1年以内にこれを成立させる目指すというふうにお話をされていました。石破さんはこの選択的夫婦別姓に関してどれぐらいのスピード感をお持ちなのか
何年以内というような目標を目指しているところはありますでしょうか。このことについては我が党内で真摯な議論が行われているところでございます。総裁としていついつまでにということは断ずることはいたしません。我が党の中で選択的夫婦別姓、私はかねてより個人的にはこのことに積極的な姿勢を持っております。選択的です。そして夫婦別姓ということができないことによってどれだけ多くの女性の方、そういう方々が悲しんでおられるかということも承知をしておるつもりであります。しかしながら我が党においていろんな議論がございますので、総裁としていついつまでにということを断ずることはいたしません。議論をさらにきちんと煮詰めて多くのご理解をいただいて選択的夫婦別姓についての方向性を示してまいりたいと考えておる次第でございます。先ほど政治と金の問題について、金のための政治は一切しないとおっしゃっていましたけれども、はいはい、まだまだ政治資金規正法を含め抜け穴も多いように感じます。このあたり石破さんは具体的にどのような改革をしていきたいのか、国民が納得する体制方法を教えてください。透明性の確保というのは口で100回言っても1000回言っても透明になるわけではございません。それはいろんな書類を見たときに、あっちの書類を見てこっちの書類を見て膨大な時間と手間がかかるということは決して納税者のためにはなりません。 AI 社会という時代でありますから、その透明性が本当に確保されているかどうか、有権者が主権者がそういうものにきちんとアクセスできる、そういう環境を整えていかなければ透明性の確保はできないと思っております。政治資金規正法について野党からいろんなご指摘をいただいております。そういうことも傾聴に値すべきものがあろうかと思いますので、これはものがものだけに自民党だけで決めるというわけにもなりません。野党のご主張を一方的に聞くというお話にもなりません。それはあくまで主権者の立場に立ってどのようにして透明性が確保されるかということを具体的に策定をいたしてまいります。はい、それではですね、ちょっと上がってる手の数から減って一つルールを出させていただきたく、まとめて2問までとりあえずということで頑張っていただきたいと思います。太田さん。読売新聞の太田です。よろしくお願いいたします。地方創生についてお伺いしたいと思います。新しい地方経済生活環境創生本部を作るというふうに明記されていますけれども、少子高齢化人口減少となると、対応しなければいけない分野は多岐にわたると思っていますが、どのようなメンバー構成を考えていて設置はいつ頃になるのかということが1点と、あともう1点、中央省庁の地方移転については、石破大臣時代に推進をしてですね、文化庁の移転が実現しました。ただ実際それが以降進んでないのが現状です。今年は地方創生掲げてから10年になると思いますが、石破候補として何が達成できて何が達成できていないと思っていて、問題点はどこにあると考えているのか、それを打破するために石破政権ではどうしたいのか、それを合わせてお願いいたします。地方創生大臣を拝命したときに三官学金老元という言い方をしましたね。商工会議所であり商工会であり、あるいは建設業協会であり、あらゆる産業に携わる人たち、官邸のは知事会であり、市長会であり、町村長会であり、議長会なんでしょう。三官、学っていうのは大学だけに限らない。中学生が地方創生に関与しているっていうのを私はたくさん事例として見てまいりました。三官学。金っていうのは私も金融機関におりましたが、役所よりも金融機関の方が経済している場合が多々あります。金融機関のご意見を入れていかねばなりません。労は労働組合であって働き方をどう変えるかというところであります。現はまさしく皆様方のような報道機関であって、地方の新聞、地方のテレビ、地方のラジオ、地方のいろんな雑誌、そういう方々の総力を結集していかなければ地方創生というのはできないと思っております。あらゆる立場の方々に参画をしていただき、そこにおいて述べられた意見は常に公開をし結論を得ると、そういう努力をいたしてまいりたいと思っておるところであります。そういう会議体は早急に作ってまいります。なぜうまくいかなかったのかということにつきましては、私も多々反省がございます。それは地方創生交付金というものを1000億準備をいたしました。それを審査しますときに私は3段階の審査をいたしました。
そして何々県何町というものをなるべく消すようにいたしました。何々県何町と書くとどうしてもそこの代議士の顔が思い浮かぶということがございますので、そういうことはないようにいたしてまいりました。1000億では足りなかったと思っております。もっと自由に使えなければいけないと思っております。そういうような形で地方創生ともう一回やるということ、そして交付金がいつにしか補助金化していないかということであります。そうすると自由に使える交付金の意味がございません。自ら考え自ら行うというのはふるさと創生の時に竹下総理がおっしゃったことでありますが、もう一度その原点に立ち返りたいと思っております。もう一つは有料事例という言い方、私あんまり好きではないのですけれども、バスならどうなんだ、鉄道ならどうなんだ、旅館ならどうなんだということでうまくいったねって事例はたくさんあるのですが、それが共有されていない、そういうことに私は危機感を持っております。そういうような事例というものを本当に共有していくということ、どうせできないよカリスマ経営者がいたからだよ、そうではない、どうせできないと思うのか自分たちもやってみようと思うのか、そういう事例の普遍化ということも合わせてやってまいりたいと考えております。ちょっと、どうしてこう記者のメディアばっかりしちゃダメですか。石破候補の情報公開性が疑われますよ。石破候補は自分の都合の悪い手を挙げておられましたか。答えられないから疑われますよ、それはちょっと違ってて、クラブの方って前列におられるんですね。で、私は記者クラブの方と分からずに後ろの方も当ててます。だからだんだん当たってくるんです。それはもうはっきり申し上げますけど誤解をされてると思いますの で、 でしかも手挙げてくださいね。いや何か僕一番最初から挙げてない。いやいや、もっと早い人確実におられました、それは見てます。なので必ず当てますから待っててください。いいですか。はい、その笑顔が素敵だと思います。はい、それでは今度、どなたがいいですかね。あ、岩沢さん。NHK の岩沢です。よろしくお願いします。政治改革について伺います。今回のこの政治と金の問題で政治資金収支報告書への不記載があった国会議員への対応につきまして、今後この政府や国会等での要職起用についてどのような条件をお考えでしょうか。また先ほどお話にありました選挙制度改革について、現行の衆議院の小選挙区比例代表制を変更するのかも含めて、どういった選挙制度改革をお考えかお願いします。私どもの衆議院議員の任期はあと1年でございます。参議院の半数は来年の7月に改選をされます。やはり国民の信任を受けるということは、それぞれのいろんな経験力をお持ちの方々を政府において党において国会においてその能力を発揮していただくためには、国民の審判というのは一つ減るべきステップだというふうに考えておる次第でございます。そこにおいて説明責任を果たすために、総裁としても党としても共に力を尽くしていくということを申し上げているところでございます。選挙制度につきましては本当に無謬の選挙制度、間違いのない選挙制度というものはこの世の中で存在をいたしておりません。どれでも一長一短がございます。ただ先ほど申し述べましたように、主権者である国民にとって本当にいい制度なんですか、国民が納得する選挙制度なんですかという視点が私個人は欠けていたという反省を強く持っておるところでございます。いろんな中選挙区復活論から始まってですね、いろんな議論が、だけどっていう方いけないかな、のしかしながら中選挙区を知ってる人ってほとんどいなくなったんですね。当選10回以上でなければ中選挙区というのを知りません。そうすると一体それがどんなものであったのかということの検証は必要なのであって、隣の芝生は青く見えるとかそういうお話ではございません。私どものように中選挙区時代を知っている、そして今日も同志の方おられますが、あの時に本当に自分のバッジがなくなってもいい、その思いで選挙制度改革に没頭した者たち、それは次の時代に自分たちの経験というものをきちんと伝承する義務があると思っております。
世界各国の選挙制度も千差万別あって、そういうものをきちんと調べる。要は主権者である国民の立場に立った選挙制度とは何なのだということに結論を出したいと思っております。はい、じゃあ一回後ろに行ってから指しますから、ちょっと待ってくださいね。じゃあ一番後ろの角の方。時事通信の高橋です。政治倫理審査会について、まあ、選択肢、出席について選択肢の一つというふうにおっしゃったんでね、あえて伺いますけれども、これは自民党も賛成して、全会一致で審査の議決をしています。これ、国民から、主権者である国民から選ばれた国会のでの議決というのは、まさに国民の総意であるとは、総意ということを政治的には意味していると思いますけれども、これまでのところ、どなたもですね、出席されていません。また、この議決、5月ですから、自民党が党紀委員会や総務会という手続きを踏んで、処分、関係議員に処分を課したのはこれ4月です。したがって、その後、この国会に対して説明していないことを理由にですね、仮に追加処分をしても、これは着代返しでも、一時不再議でも当たらないというふうに私は思います。そこで、この全会一致の議決のね、重みということを石破さんとしてどう考えているのか、衆参両院政治倫理審査会でもですね、どう考えているのかということ と、これ、選択肢という言い方されましたけれども、これは出席する責任があるということではないのでしょうか。以上、よろしくお願いします。私は政倫審への出席というものが、全会一致で決まった以上、それに従うのは党としてあるべきことだと思っております。同時に、そこに出席をして、いかなる説明責任が果たされたかということも同時に問われなければならないことでございます。これから党で議論をして、決まったことだから従わねばならないということで、党を一致するように努力をいたしてまいりますし、そこにおいて単に形式的に参加をしたということだけではない。要は国民の皆さん方が納得したかどうか、その説明責任を果たしたかどうか、それが問われているのであって、政倫審に総裁が出ることはございません。だけども、党の責任者たる総裁として、そういう議員さんと共に自分も出て説明責任を果たすということは当然のことだと思っております。どうすれば国民の納得が得られるかというために、あらゆる方法を尽くしてまいります。はい、お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。怒らないでください。ありがとうございます。本当に司会の方ありがとうございます。フリーランスの田中隆作と申します。石破さんはかつてTBS の報道番組で、こうおっしゃってます。国防軍の出動命令に従わない者は、軍法会議にかけて死刑にすると、軍法会議にかけて死刑にすると、これを言っても文字がそのまま残ってます。おっしゃってるんですが、これ自民党の改憲草案の中にも、この軍法会議の、創設は書いてるんですね。そうなると、その死刑の話が非常に現実味を帯びてくるんですが、石破さんが総理になった場合、最前線に行かない国防軍の兵士を軍法会議にかけるってことはありませんでしょうか。ございません。やらない。ございます。一方において最大の実力集団です。そこにおいては最も高い規律というものが要求をされます。当然のことであります。その集団が高い規律を持たなければ民主主義社会というのはあっという間に崩壊する。各国に多くの例がございます。最高の規律ということ、もう一つは当然最高裁が終審でございます。最後の判決を下すのは最高裁であることを変えるつもりはございません。しかしながらそこにおいていろんな審理がなされるときに、裁判官にも弁護士にも検事にも自衛官がいないということで本当にいいんだろうかということであります。私は戦前の軍法会議の歴史もつぶさに調べてまいりました。あるいは軍旗はためくもとにという小説も随分と共感を持って読んだところでございます。そこにおいて違うルールというものがある。戦場の論理と一般社会の論理と違う。そしていかにして
自衛官の権利が守られるかということと、いかにして民主主義社会を守るかということを両立で考えたときに、自衛隊審判所というものを作っていかなければ、自衛官の権利も守られない、最高の規律も得られない。と同時に、先ほども少し申し上げましたが、最高の栄誉がなければ組織として成り立たないということでございます。いろんな立派なことを言っても、そういう方々の使命感、責任感だけに頼るということであってはなりません。55歳で退官する、お子さんは中学生かもしれない、じゃあ自分が積んできたスキルに合った仕事は本当に得られるのだろうかということは、先ほど言い損ねましたが、総理大臣を長とする自衛官処遇改善に関する閣僚会議というものは早急に作ってまいります。それは防衛省自衛隊がやることでしょではありません。国交省は国交省の立場に、厚労省は厚労省の立場に、農林水産省は農林水産省の立場に、日本国の独立と平和が守られるということは国全体の問題であって、防衛省自衛隊だけがやればいいという話は全くなりません。そういうことによって最高の栄誉、最高の規律、そういうことを私は申し上げておりまして、先ほどご指摘のようなことをやるつもりは全くございません。じゃあ最後の質問させてください。簡潔にお願いします。はい、簡潔に言います。石破さんは確かに安全保障の専門家であられると思います。しかし私のように実際の戦場を知っている者から見れば、やはり関連的タカ派なんです。関連的タカ派っていうのは一番危ないんです。国家国民を危険にさらします。もうちょっとこう現実に即して、お考えを立ち止まって考えるというふう、組み強化だとかを考えるおつもりはございませんでしょうか。ご指摘誠にありがとうございます。そういうようなご指摘をいただくのは不徳の致すところで申し訳ございません。ですから文民統制ということを考えたときに、自衛官が国会において意見を申し述べないということは本当に正しいことなのでしょうか。実際おっしゃいますように、その現場にあって福本先生通りにことに臨んでは危険を顧みず、身をもって職務を完遂に努め、もって国民の負託に応える、そのような宣誓をした人たちが納税者の代表であり国民の代表である我々ときちんと議論を交わすということは文民統制において必要なことなのではないでしょう。ご指摘の点は不徳の致すところとして改めるべきは改めますが、仕組みとしてそういうものが必要だと私は思っているところでございます。はい、じゃあ岩谷さん。ありがとうございます。西日本新聞の岩谷と申します。2点ございまして、1点は地方創生の関係で先ほどお答えあった点について伺わせてください。先ほど交付金が補助金化していないかというようなご発言もありました。石破さんの過去のご発言を踏まえると、地方の自主性を重視しながらの地方創生というものを描いていらっしゃると思うんですが、地方分権の観点から国の財源とか権限をですね、もっと地方自治体に移していく、移譲させていく、そうした考えは石破さんの中でお考えがあるのか、補助金とかでは、交付金とかではなくてですね、そういうお考えがあるのか教えてください。もう一つはアジア版 NATO の方についてお伺いさせてください。これもし実現した場合、仮に米国以外の加盟国が攻められた場合ですね、日本が集団的自衛権を行使することがあり得るという枠組みと捉えてよいのか、そこについてお伺いさせてください。1点目はご指摘の通りでございます。地方に金だけではない権限も移譲していくということは私は必要なことだと思っておりますし、その地域地域において最もふさわしい政策が行われるためには現場に近いところで決定されるということは必要なことであって、もしもし伝言ゲームのようにですね、だんだん伝わっていくうちに話が変わっちゃうことってよくあるわけです。やはり現場に近いところで決定されるという権限の移譲も必要でございます。からアジア版 NATO についてのお尋ねでございますが、これは集団的自衛権という概念と集団安全保障という概念をきちんと峻別をしていかなければなりません。それはそういう機構を作ったときに、その中の一カ国でも攻撃を受ければ助けに行くというのは権利の行使ではございません。そこにある中核概念、義務なのでございます。そのことによって
その地域における安全保障の環境というのが高まっていくのであって、憲章51条に定められております集団的自衛権は、その国家が使っても使わなくてもいいからこそ権利なのですよね。そこにおいて一定の脆弱性というものは認めざるを得ないと思っております。合衆国の安全保障の体制が、ハブ&スポークからネットワーク型に変わっていくということもございます。そこにおいて、ではそういうものに我が国は参加をすることは、自衛権の行使として取り合えるべきなのかといえば、必ずしもそうではない。そこは法律的な整理が必要だと思っております。世の中には、集団安全保障と集団的自衛権の違いがよくわからんという方々もおられますので、そこはきちんと議論を整理をして、国民の皆様で分かるように、そしてそれが戦争をするためではない、平和を守るためのものだということをよくご理解いただくために、最大限の努力をいたしてまいります。はい、じゃあ次、西山さん行ってから後ろに行きます。日本海新聞の西山です。よろしくお願いします。私も地方創生についてお伺いしたいんですけれども、この政策集の中で日本経済の起爆剤としての大規模な地方創生策を講じるとあります。で、先ほどのお答えの中でも交付金の1000億円が足りなかったと思うというふうにおっしゃいました。ではその予算規模といいますか、そこをどれぐらいでこうイメージされているのかというのが1点と、あとお金がその1000億円足りなかったということは、アプローチとしてはこう間違っていなかったというふうに石破さんとしては思いなのかというところの確認、はい、あともう1点だけ、すいません3つですけど、地方への企業進出、地方における事業承継、スタートアップなどが投資するためのインセンティブを整えるとあるんですが、これをもうちょっと具体的にお伺いできたらと思います。後段からお答えいたしますと、税制が大きな役割を果たすと思っております。スタートアップ企業等々において利用しやすい税制、有利になる税制というものは税体系全体の中できちんと構築してまいるということが必要だというふうに思っております。そういう方々が努力しただけ報われるというような税制というものは税体系全体の中で考えてまいります。から正直言って1000億円というのは足りなかったと思っております。じゃあいくらにするの、1兆ですか、5000億ですかというのはこれから先の議論でございますが、地方において本当に使い勝手のいいものでなければ意味がないのであって、使い道を厳格に査定していくというのか定めるというのか、それをもって補助金的というのですよね。そういうことであってはならないのであって、自由に使ってね、その代わり責任は負ってくださいねということだと考えております。先ほどごめんなさい、省庁の地方移転、どなたかのご質問に答え損ねてしまいました、申し訳ない。文化庁を移転するだけでも大変なことでした。当時の文科大臣、今の長谷石川県知事でありますが、共に一生懸命やって何とか実現をしたのは、地元におけるものすごい努力、当時の知事さん、市長さん、財界、学者の方々、民間人の方々、一生懸命ここに文化庁が京都に来ることがどんなに大事なことなのかということを、本当にすごい運動としてやっていただきました。私はこれから先、省庁を移転する場合に、例えば気仙沼でもいいし、下関でもいいし、そういう水産の町にそういうのが移ったらどうなりますかと、真庭でもどこでもいいんですが、林業の町にそういうのが移ったらどうなりますかということは、思いつきでやっていいことではなくて、それぞれの自治体が、それが我が町にそれが来ることがどれほど国家のためなのかということ、そして国会答弁がございますから、それに支障があるようなことであってはなりません。だけども、それぞれの地域が、これがここに来ることが、その地域のためのみならず、日本国のためであるということを言っていただくということ、そしてそれと真剣な議論を交わしていくということ。私は省庁の地方移転というのはもう一回きちんとやりたいと思っております。それがいかに国家全体のためになるかという運動を、これは精神論みたいな話になりますが、もう一度やってまいります。はい、じゃあ眼鏡の方、目合ってるつもりです。眼鏡の方、はい。フリーの記者の横田ですけれども、防衛予算については、装備品重視から自衛隊員の処遇改善にシフト、方針変換すると。要は米国兵器爆買いなどに見直していくと
という考えでいいのかということと、マイナ保険証一本化の見直し、紙の、保険証廃止の延期は検討するということでよろしいんでしょうか。で最後もう一点が、ある候補はライドシェア全面解禁を主張して、地方の足を守るためにと言ってるんですが、であればむしろ鉄道重視、全国赤字路線の維持の方がいいんではないかと、現行新幹線の計画を見直してですね、北陸新幹線の小浜ルートみたいなのを高いのをではなくて前原ルートに安い方にして、予算を赤字路線の方に振り向けるというような方が有効だと思うんですが、すみません、3点お願いします。はい、思いやりのあるご質問いただきありがとうございます。マイナ保険証についてはですね、今においても資格確認書というものが出ることになっている。だからマイナ保険証でなくても不便がないようにということ、あるいはいろんな施設でお暮らしの方々が本当にマイナ保険証を使えますかっていうと、そうじゃない場合があるわけですよね。その時において資格証明書というものの活用というものを図りながら、これはマイナ保険証を使うことによっていかに医療が変わっていくかということです。がんであろうがコロナであろうが、いかなる症例にいかなる対応すれば最も効果的だったかということは、人を幸せにする医療の一環であると私は思っておりまして、これが一部の人々に不便や不利益を与えないような配慮をしながらやってまいりたいというふうに思っているところでございます。前原ルートがどうの、小浜ルートがどうのという個々のことについて言及することはいたしません。でしかしこれから先急速に人口が減っていく中にあって、モーダルシフトとは何なのだと、鉄道なら鉄道、バスならバス、飛行機なら飛行機、それが持っている特徴というものをどうやって最大限に生かしていくのかという議論は今までも散々行われてきましたが、これをイコールフッティングという考え方のもとに、例えば鉄道であれば上下分離方式使っておるところもございますが、そういうものを使って地域にふさわしい鉄道、省エネであり、そしてまた少ない人数で運行できる、それがふさわしい役割を果たすためのモーダルシフトというお話は、さらに詳しい方々の中で徹底していきたいというふうに思っているところでございます。個々のことについてお答えはいたしませんので、それは地域の方々でいろんな議論を尽くしていただくことでありますが、最もふさわしい交通体系というものを今こそ確立をするということは、私はかつて運輸委員長を務めたことがございますが、危機の課題であるという認識を持っているところでございます。ライドシェア全面解禁より有効だと。ライドシェア全面解禁は本当に地方において足がちゃんとありますかっていうことですよ。それは中央と東京と地方において、すいません、私の地元なんかは呼んでもすぐ車が来るという状況にないのです。せっかく来ていただいても駅で降りたらタクシーいませんみたいなことは二度と来ていただけません。どういうライドシェアというものがふさわしいのかということは、地域地域の事情を踏まえて確立していくべきものでございます。ごめんなさい、防衛予算ね、すいません。私防衛大臣の時に個別最適の相場は全体最適ではないということを申し上げました。陸はこれが一番いい、海はこれが一番いい、空は一番これがいい、それを足したら最適になるかといえばそうではないのです。いろんなオペレーションを念頭に置きながら、どういう装備体系が一番ふさわしいかということを考えていかねばなりません。国内産業の育成ということからも、基盤の維持ということからも、アメリカに過度に依存するという体制は改めていかねばならないものでございます。同時にインターオペラビリティ、相互互換性というものも追求していかねばならんのであって、全部が全部国産みたいな極端なお話にはならないのは当然のことでございます。はい、じゃあそこのメガネの方でちょっと一つお願いがですね、ちょっと上がってる手見てるとこれ全員いかない可能性があって、本当に全員に聞いていただきたいと思うんで、ぜひちょっと2問までというルールを守っていただくのと、あとの候補も極力簡潔にお伝えでよろしくお願いをいたします。アークタイムズの尾形と、ここです、アークタイムズの尾形と申します。石田さん、じゃあ経済のことと安全保障で2問聞きたいんですけれども、経済でまず
石破さんのですね、この経済政策、まあ、国民を守る物価に負けない賃上げというのはあるんですけれども、例えば小泉進次郎氏は解雇規制の見直しということを言い、大企業に解雇の自由を与えてですね、非常に厳しい新自由主義的な経済社会を作るという考えを明確にしていて、それに対して今日は加藤勝信氏は国民の所得倍増というような言い方をしていました。石破さんの経済政策で国民の特に家計はどのようになるのか、どういう考え方のですね、経済政策なのかというのを伺いたいと思います。ここに生活必需品の価格上昇への対応も書いてますけれども、ここには消費税率の減税というのは入らないんでしょうか。昨日高市さんに聞いたんですけれども、高市さんは今は下げることは考えられていないと、だけれども非常に経済が厳しい場合には制度として税率を下げられる弾力的な運用ができるようになっているということは言及しました。まずこの点が1点と、2点目の安全保障ですけれども、ここで書いてある日米同盟の対象化というのは非常に重い深い意味を持っていると思うんですが、その場合に日米安保条約の5条6条、これ完全に非対称なわけですけれども、日本は基地を提供しアメリカは防衛を提供する、この改定も考えているのか。また非対称という意味では在日米軍というのは圧倒的に日本に多いわけですけれども、その一端がアメリカに訓練基地を作るということだと思いますけれども、その際に在日米軍の規模をどんどん縮小していく対象化ということですから、そういうことも視野に入っているんでしょうか。はい、ありがとうございます。消費税の引き下げは今考えておるはおりません。ただ消費税が導入されたときと比べて、私は言葉はあまり好まないのですが、格差というものが拡大をして、逆進性という消費税の持つ弱点というものが強くなっていることがありとせば、消費税の減税というよりも、対象品目をどうしていくのかということは、これから先、各党内で議論されるべきことだと思っております。どうやって逆進性を緩和するかということは、消費税導入のときからある課題でございますが、それがなお必要な時期が来ておるというふうな認識でございます。解雇規制の緩和につきましては、私がサラリーマンだった頃は、まあ、お前の代わりなんかいくらでもいるんだよっつって、お叱りを受けたことがありますが、今、そんなことは言ってる場合じゃない。どうやって労働者の方々を確保するかということが大事な時であって、そこにおいては、労働者の権利がきちんと守られる。ということが肝要であります。と同時に、日本の解雇規制って本当に厳しいですかということを考えたときに、各国との比較も大切なことであります。労働組合の組織率が必ずしも高くない中にあって、いかにして労働者の権利が守られるかということ、そして経営者がいかにして有能な人材を確保するかということの両立の観点から、解雇規制の緩和については議論されるべきものだというふうに思っております。日米同盟につきましてはご指摘のとおりでございます。日米安全保障条約は、果たすべき義務が異なっているという、世界でたった一つの同盟でございます。そして日本にある米軍基地は単なるベースではない、根拠地としての意味合いを持っておるわけでございまして、そのことを合衆国が正しく認識をしておるかということであります。で、地位協定の改定というものはベースになります安全保障条約、これの改定というものと、私はある意味一体のものであると思っております。この議論はものすごく深いお話でございますので、ここで簡単に申し上げることはできませんが、同盟の対等性というのは常に希求されるべきものであると考えている次第でございます。目指す経済社会の理念は？それはあらゆる人が安心安全で幸せに暮らせるということではないですか。一部の人たちの幸せを実現するのではない、そして一部の人たちに幸せへ行く社会というのは決して強い社会でもないと思っております。私は格差の縮小というものが経済成長につながるというふうに確信をいたしておりますので、そのことは両立をすべきものであります。格差を解消する、それが経済成長につながる、労働者にとっても経営者にとっても望ましい制度というものを希求するというのは当然のことでございます。はい、川口さん。毎日新聞の川口です。
総裁になった場合の人事と安全保障について一問ずつお伺いします。石破さん、これまでですね、出馬した理由について世代交代というのを掲げていらっしゃいましたけれども、今回、総裁になった場合ですね、奇数の若い議員を党三役に入れるだとか、閣内に入れるだとか、世代交代の具体的な方法というのを含めてですね、人事をどういうふうに進めるお考えなのかというのが、まず1点目です。で、2点目についてですね、安保基本法に関わることだと思うんですけれども、昨日高市候補予定者が非核三原則について持ち込ませずについては議論の必要性があるというような発言をされました。石破さん、かつて核共有に前向きな姿勢も示していたことがあったかと思うんですけども、核共有についての今の考えと、非核三原則の見直しというのも考えるかどうか、この2点をお願いいたします。総裁にもなってないものが人事に言及することはいたしません。で、国会であり党であり政府であり、それぞれの能力が最大限に発揮されるということは、その人のためでもなく、自民党のためでもなく、日本国にとって必要なことだというふうに思っております。老壮青というべきか、それをバランスを持って登用することは大事でございます。ただし、自分の反省を込めて言えば、若い時に知らないことがたくさんありました。あれを知っていればこんな失敗しなかったのになということが、自分の反省としてございます。世代交代をするときには、自分たちの失敗というものを繰り返さないために、きちんとした伝承が行われるということは当然必要なことであって、それぞれがそれぞれの役割を果たすということがあるべきだと思っております。で、在日米軍について、これがどうなるかってご質問でしたか、講談は。失礼しました。それは、ニュークリアシェアリング核共有というと、何なんだそれと思われますが、所有権を持つことでもございません。管理権を持つことでもありません。これは NATO の文書を司祭に読むとよくわかるんですが、何をシェアするか共有するかっていうことは、それは意思決定の過程を共有するということなのです。物を持つということではございません。ドイツで導入されていることが、戦略的、戦術的にどれだけ有効かということについては議論のあるところでございます。私はそのような核共有を目指しているわけではございません。合衆国と大韓民国の間において行われている核共有というのは、まさしく意思決定の過程を共有しようということで始まっているものであって、ニュークリアシェアリングとは何なのだというお話からきちんと私は国民の皆様方にご説明してまいりたいし、それは抑止力をいかに強化するかということです。相互拡張破壊は本当に効いていますかということです。旧ソ連と合衆国の間には相互拡張破壊が機能していました。中国にとってもそうでした。じゃあ北朝鮮は本当に相互拡張破壊が成り立ちますかということをきちんと考えないと、この議論は前に進みません。甘いことを考えてはいけないと思っております。そこにおいて非核三原則をどうするかということですが、それは基本的に堅持すべきものだと思っていますが、作らず持たずというのはそうでしょう。しかしながら、いかに抑止力が高まるかということに、3点目は意味があるということの高市大臣の考えは、私は一部共有するものでございます。しかし、それが国民の理解が得られるための努力をした上の話でございまして、抑止力の強化という点から考えてまいりたいと思っております。女性もさせていただけませんか。男性ばかりです。いや、最初に2人刺しましたよ。最初の2人男性です。じゃあ、後ろの方ってことで順番にどうぞ。記者が男性ばかりということがあるんで、非常にちょっと危機感が強いんですが、女性と子どもの、お話も出ております。すみません、アークタイムズの望月と申します。女性の活躍ということを掲げてますが、自民党含め、一番ですね、特にこの党は女性の候補者数が少ないと、衆議院全体でも1割程度ということで、先進国の中でも女性の割合すごく少ないです。クォーター制の導入はじめ、女性の議員を増やしていくことについてどういうふうに具体的にお考えか、ご自身が総裁になったとき、閣僚に女性を何割ぐらい数値目標として入れたいというお考えか、そしてですね、先ほど NHK の記者さんの質問に明確に答えていただいてないと思いますので、あえてもう一度お聞きします。党の要職、解散総選挙の後にですね、裏金の議員85人です。うち今回岸田さん、自民党として公認しなかったの人が5人しかいません。
多くの人たちが2000万台の裏金を出しながらも全く党の公認から外れることなく今でも自民党の議員であることに多くの人が、まあ、怒りや、疑念を持っていると思います。解散ということが行われた後この85人の裏金の議員5人以外の方に対する党の公認というのをどうお考えか、党の20人の委員会の中での厳しい審査の中でというような言い方をこの間していたと思いますが、まあ、最終的にはですねやはり党の総理になる人がこの裏金議員の85人に対してどう向き合うかということが一番問われていると思います。お答えいただけますか。のクオータ制の導入というのも一つの考え方だと思っております。つまりそこまでいかないと女性の方々が意思決定に参画していただけないとするならばクオータ制はこうかえって不公平だというご意見があることはよく承知しておりますが必要なのは女性の方々が意思決定の過程に参画していただくためにいかなる障害という言い方がいいのかしらこれがあるのかしらということは私はちゃんと解明しなければいけないことだと思っています。でクオータ制が必要ならばやります。しかしその前に参画していただけない理由は何なのか私幹事長の時ずいぶんやりましたが実現しませんでした。何割を女性にするということは断言いたしません。ただ今のままでいいはずはなくて少なくとも半々とは言いませんがそれに近づける努力というものはしていかねばならないというふうに思っておるところでございます。で公認問題についてですが先ほどルール申し上げておるようにそれぞれの方々が説明してちょうだいねで済むお話ではございません。それは政治活動に使ったということであり収支報告書も訂正をされているのですが国民が納得をしておられないという現状は厳しく受け止めなければなりません。その説明責任は党として総裁として自分がきちんと事情を聞き自分も責任を持って公認というときにはなぜそうなのかということを公認権者として説明責任を果たすというのは当然のことでございます。それは時間がかかるとか手間がかかるとかそういうような話ではなくて総裁が果たすべき責任というのはそういうものだということを申し上げているところでございます。よろしいでしょうか。次に私マイク渡されておりますのでどうぞよろしく、はい、名乗ってください、はい、名乗ってください。ひとつき万冊の佐藤明と申します。防衛問題についてですね2問お願いします。ですね、先ほど来出ているですね、この日米の、ね、対等性という問題なんですけども、まあ、アメリカに自衛隊の基地を置くということでですね、まあ、そういうことを考えているということは理解できるんですけども、現実問題としてですね、今その指揮権というのはですね自衛隊の指揮権が米軍にあるという実態があるというふうにね言われているんですね。でこういう実態の下ではですね、アメリカにその自衛隊の基地があるとですねやはりねそのアメリカ軍にとっての前方展開というのはまさに日本列島ですよね。その対中国という意味でですねそうすると米軍の先遣隊として自衛隊が使われるんじゃないかという心配があるんですけども、まあ、現実問題としてですねそこをどう考えるかということが1点ですね。もう1点はこれも先ほど来出ていたですね、核共有の問題ですね核保有、これはですね、まあ、高市さんは、まあ、持ち込ませずということをまあ考える必要があるんじゃないかというお話でしたけどもこれはもちろんトランジットじゃなくてイントロダクションを意味していると思うんですけども、まあ、そうしますとですねこの点について石破さんの先ほどの考え抽象的でよくわからないんですね。で国民の議論が必要だとおっしゃるんだけどもその議論のためにもう少し石破さんのお考えをですね具体的に教えていただきたいと思います。まあ石破さんね、まあ、首相になる可能性があるんでですねこのことはやっぱり国民非常に知りたいと思ってると思うんですね。まあ、そこのところぜひお願いします。今でも米軍が指揮権を持っているわけではございません。ご承知の上でお尋ねかと思いますが調整メカニズムというものは機能することになっておりまして有事において米軍が指揮権を持つという体制には全くなっておりません。調整メカニズムがいかに機能するかということの検証は不断に必要です。しかしながら誤解がないように申し上げておきますが今米軍が指揮権を持っているわけでは全くございませんので誤解のないようにお願いを申し上げます。そして先兵として活動するというようなことを私は申し上げておりません。地理的な制約があって
航空自衛隊も民間の方々の上空は飛べません、実際に。そして陸上自衛隊も本当にミサイルであるとか砲弾が十分その性能通り発揮するかどうかということをきちんと検証する場所がございません。それは何のために国民の皆様方の納税者の方のご負担で装備を整えてきたかということに反するものでございまして、あくまで訓練基地として合衆国に置くということは明確にしてまいりたいと思います。それは納税者の利益に資するものであり、インターオペラビリティ、総合運用性というものの向上にも資するものであって、それが米軍の先兵になるというようなことを全く意図しているものではございません。核共有、失礼しました。核共有につきましては、それは意思決定過程を共有するということが大事だということを申し上げております。作らず持たずというのは当然ですが、じゃあ持ち込ませずということは、きちんと事前協議の対象の一環であるというふうに思ってはおります。ですが、それが本当に抑止力の強化に資するものであるかということ。佐藤さんのご指摘は、お前の言うことは抽象的によくわからんということですが、安全保障の話を個々具体的にすることが抑止力の強化になると私は全く思っておりません。そこにおいては手の内を明らかにすることになるのでっていう言い方は私嫌いなんですけれども、言えることと言えないこととある、それが有権者の信頼を裏切らないものであるという自覚を常に為政者は持つべきだということを申し上げているところでございます。はい、残り時間がですね、石破候補がどうしても15時50分に出ないといけないので、できる限りもう一問という感じでお願いをしたいと思います。それでは前列どうぞ。その後尾形さん。中国新聞の秋吉と言います。よろしくお願いします。石破さんの持論である防災省について伺います。今回の総裁選、最近になりまして、防災省にの性質に近いその組織の創設というのを必要だと訴える候補が出てまいりました。石破さんは以前から持論として唱えていると思いますけれども、この防災省防災庁設立までのそのプロセスも含めて、そのあたりの具体性について他の候補とどのぐらい違うその指揮権というかビジョン持っているのか、お答えください。はい、プロセスは図示でお示しをいたしますが、まずできることは今の内閣府防災担当の体制を強化するということです。予算であり人員です。これは防災庁というものの念頭を置かなくてもすぐできるということであって、令和7年の予算においてきちんと手当てをするということであります。その次にやはり内閣府の外局として防災庁括弧仮称括弧閉じみたいなものの設立はやっていかねばなりません。多くの何々庁と称するものが内閣府の外局として作られておるわけでございます。過渡期としてそういうものも作っていきたいと思っております。で、防災省というためには多くの省庁から人を呼ばなければいけない。そしてそれは片道切符というべきか、一回来たらそこでずっとやってねということであります。それは各省庁との調整もやらねばなりません。人事的な手当も予算的な手当も必要であります。ですからまず内閣防災担当の機能強化、その後内閣府の外局としての防災庁の設立、そして独立した省庁としての防災省の設立、それを次元性を持って実行し断行してまいるという所存でございます。はい、尾形さん。すいません、日本経済新聞の尾形と申します。よろしくお願いします。経済政策について1点お伺いしたいんですけれども、石破さんかねて最低賃金の1500円のですね達成については、政府目標が2030年代半ばってなってるのを、もうちょっと早くやった方がいいってことは先日もおっしゃってまして、で今回政策集ではですね2020年代に全国平均で1500円ってことを書かれています。で現行の政府の目標からするとですね、少なくとも5年ぐらい前倒しになると思うんですけども、その実際最低賃金上げるためにはですね、その価格転嫁を促進するとかそういったことがいろいろ課題はあると思うんですが、現状を例えば価格転嫁ということに絞って、どういう障壁があると認識されているのかということと、合わせて、そういう、問題認識とそれから石破さんが考える解決策ですね、それも合わせて改めて目標についてご説明ください。でこれが1点目です。でもう1点目が石破さん、先ほど
お答えになられた防災省について関連するんですけども、これどんだけ人員をですね、定員を増やしても働き方をですね考えないと、冒頭で不眠不休で働いているということもおっしゃってましたけども、辞める方というのも増えてくるんじゃないかなと思うんですが、実際防災省、ないし防災庁ですね、新たに作るときにその具体的に働きやすい環境づくりについて何か考えている案があれば教えてください。高段化を答えすればいかに人員を増やすかということであり、数さえ増えればいいというものじゃなくて、やはり知識、経験、それの蓄積が大事でですね、今の内閣防災担当にいたんだけど国交省に帰りました、内閣防災担当にいたんだけど厚労省に帰りました、その人大勢います。そしてそのことを常にやっている消防庁の方々もおられます。そういう方々を、経験を積んだ人たちを増やすということによって、不眠不休なぞということは比喩的に申し上げましたが、そういうような労働環境が永続するものだと私は思っておりませんので、防災庁の人たちがぶっ倒れましたというようなことがあると防災にも何にもなりませんので、そのことをよく心してまいりたいと思っております。賃上げについては、なぜこれだけの賃上げになるのですかというプロセス、意思決定の過程、それが不明確な部分がございます。国において基準を定めて、それを47都府県において決めることになりますが、私どもの鳥取県なんかはその透明性確保のために相当尽力をしていますが、なんでこういう価格賃金になったのということがそれぞれ納得が得られなければなりません。それが第一。2番目は、例えばですね、八ヶ岳のふもとにあるひまわり市場とかね、あるいは焼肉屋さんのコンロ屋さんとかね、つまり安く売ることが結果として従業員を非常に苦しめることになるんだということです。納得をいただいてお金をお支払いいただくという、そういう関係を作っていかなければなりません。それが実際に実現できている例はたくさんあります。そのことによって、きちんとした労働にきちんとした対価、それがあることは企業の永続性という意味においても極めて重要なことであり、実現しているところはたくさんありますので、それをやっていきたい。同時に防衛的賃上げというものをどう考えるかということでございます。賃上げしないと人が居ついてくれないよねというところもありますので、そこのそういうお声というものも同感してはならないのであって、単に上げていけばいいということにならない。個々の企業さんには個々の企業さんの状況がありますので、その決定過程というものが納得を得られるようにさらなる努力をいたしてまいります。はい、じゃあその女性の方と前の今目が合っている方ですね、はい、2人続けてお願いします。はい、ありがとうございます。フリーランスの深月と申します。2点ございます。1点目か、先ほど賀来さんのお話が出ましたが、最貧困層である生活保護の削減費をですね、安倍政権が繰り返ししてきて、現在生活保護費が上がっていません。で、実際私の周りの生活保護の方々は苦しんでおります。また現在一人親世帯の 50% 以上がですね、貧困層になってしまうんですが、そういった最貧困層への支援は何かお考えなのかということが1点。それからもう1点ですか、4月4日にですね、石破先生の発言で、総裁選で結構買収が行われているという、これは非常に有識したいと思うんですが、そういった事態を防ぐためにやっぱり先ほどおっしゃった政党法でご対応されるお考えでしょうか。2点になります。私は見たわけではございません。私やってる間でそんなことがあった事実を存じません。だから私は高校生の頃ですが、三角大福中とかですね、そんな時代のお話でございます。酒の銘柄で日華サントリーオードパーなんて言っていましたが、そういうことがあったということはいろんな方々の記録に残っているところでございます。で、自由民主党に限らずどこもそうなのですが、政党法がございませんので公職選挙法の適用がございません。それができるかどうかはこれから先の議論ですが、少なくとも我が党においてはそういう規律というものは確立されるということは大事なことでございます。から私は一人親、いわゆるシングルマザーの方々の所得が極めて低いということは大変な問題だと思っております。そういう方々、そしてまたそこのご家庭、それが負の連鎖ということになることは、社会にとって決していいことでもありませんし、その人の人生は一回きりですので、いつでもいいというお話にはなりません。そういうような方々、貧困層という言葉がいいかどうか分かりませんが、
それの解消は喫緊の課題だというふうに認識をしているところでございます。あ、ちょっとすみません、私です。あ、そう、ごめんなさい。はい、その後もどうかさん、はい、フリーランスの白坂と申します。先ほど石破さんの方から、集団安全保障、東アジアに関する集団安全保障、アジアの独立と平和という、言葉が出ました。なのにですね、中国はですね、最近ですね、8月26日なんですけども、中国のですね、情報収集機が領空侵犯をしていると、そういったあの現実があります。これに関してはですね、さまざまな見方があろうかと思うんですけども、とても偶発的とは思えません。でですね、実際今、自民党の総裁選が行われていて、この総裁選に当てつけて各候補者の出方を見ているんじゃないかという見方もあろうかと思います。でそれに対するですね、中国軍機 の領空侵犯に対して石破さんの見解をお聞かせくださいというのは一つ。そして岸田政権、岸田首相なんですけども、3年間一度も訪中をしておりません。で今回の、領空侵犯がですね、例えば次の首相の訪中を促すものであるとか、日中の首脳会談を求める、そういったシグナルであったとすれば、石破さんは訪中をして習近平と差しでですね、首脳会談をする意思があるでしょうか。以上です。私は中国じゃないので意図は分かりません、正直言って。ただ領空主権、領海主権、領土主権というのは国家主権そのものでありますので、そのものの侵害に対しては私は警察権で対応すべきものだと思っておりません。そうすると自衛隊法84条どう考えるかということでございますが、私はそれは自衛権もしくはマイナー自衛権的なものだと思っております。警察権ですと警察官職務執行法第7条たらし書きがかかりますので、そうすると危害射撃というものは極めて制限をされる。だとすれば、やりたい放題みたいなことになることは、決して国家主権を守ることになりません。それは相手の意図というのはきちんと確認をしなければなりませんが、総裁選挙をめがけて各候補の対応を見ようなどということであれば、そんなことが許されるはずもないし、そんなことで国家主権が侵されていいはずはございません。で、対話の可能性についてですが、私は中谷さんの後、防衛庁長官を拝命してましたときに、中国へ訪問いたしました。いろんな方々と話をしました。突然、温家宝総理が会いたいと言っておられるということで、行って1時間半程度話をしました。これは、イラク派遣はよろしくないとか、ミサイル防衛はよろしくないとか、安全保障法制、有事法制けしかん、そのような議論であったと記憶をいたしております。私はもちろん原稿を見ず、誰もつけずに、1時間半日本の立場を申し述べました。そういうものだと思っております。やはり首脳同士が胸襟を開くとともに、きちんとした知識を持って議論をするということは、これから先中国に限らず当然必要なことでございまして、そこにおいては信頼関係の情勢も含めて、きちんとしたものがきちんとした議論をするということは国益にとって当然のことでございます。お父さん、日本テレビの元岡です。2点あります。まず1点目、党改革ですけれども、ルールを守る倫理観の確立、それから政治資金であるという説明がつかない金額については納税してしかるべしという考えの浸透と書いてあります。これまあ書く必要もないぐらい当たり前のことだと思うんですけれども、より具体的にこの倫理観の確立と浸透をどうやって測るのか、石破議員の頭の中にある考えをお聞かせください。2点目です。子育て支援に全力を挙げますと書いてあります。岸田政権も目玉政策として異次元の少子化対策というものを打ち出しました。この岸田政権の少子化対策を継承するおつもりはあるのか、そうでなければ、この子育て支援の何が、何がこう良くなかったのかと、石破議員の考えを聞かせてください。はい、当然すぎること当然のことを書かねばならないというほど深刻だということを申し上げているのでございますよ。ルールを守る、当たり前の話じゃないかってことですが、守れていないからこんなことになっとるのであってね、それはもう、なんていうかな、じくじたるものはございますが、そのことを総裁が当たり前のことを当たり前のやろうねということから始めなければいけないと思ってますし、その評価は有権者たる、主権者たる国民の方々がなさるものでございます。だから少子化対策で岸田内閣も一生懸命やってきました。
ただ私は少子化対策は小母化対策だと思っております。私はフランスはなぜ少子化克服に成功したかという本は随分読んだのですが、どうやってお父さんの子さんでありお母さんの子さんなんだよねということをきちんとやっていくかということが大事なことだと思っております。私も自分で反省することはたくさんあるのですが、本当にこうじゃあお風呂の入れ方、抱き方、ミルクのあげ方、離乳食の作り方、そのこと本当に分かってますかということであります。これは夫婦の子さんなんであってお母さんの子さんなのではありません。いかにしてそういうような体制を整備していくかと同時に、少子化の本質は実は小母化だということを申し上げました。昭和45年1970年ぐらいは男女とも未婚率って 2% ぐらいだったはずです。今男性 30% 女性 10% 台後半ぐらいになっています。なんでそうなのかということを考えたときに、所得がなくてどうして結婚できますか、どうしてお家が持てますか、子どもが育てられますかということなのであって、非正規をいかにして減らしていくかということ、どうして実質賃金を上げていくかということは、なんで家庭が持てませんかということをきちんと突き詰めたときに、少子化の本質は小母化である、いかにして婚率を高めていくか、婚姻率が低いところ、人口減少、これきれいに相関の関係にございますので、そのあたりからきちんと早急に対策を打ち出すことは政府の責任だと思っておるところでございます。はい、じゃあ、森さん2回目じゃない、ちょっと本当に時間がないので、どうぞ。日本農業新聞の北坂と申します。よろしくお願いします。農業政策について伺います。この政策集の中で条件不利地域を含めて生産者が安心して再生産できる環境を構築するというふうに書かれています。具体的にどのような政策を通してこれを実現するのかお聞かせください。もう一つは今回示された政策の中で農業政策について込められた思い、強く重視された部分をお聞かせください。はい、日本ほど農業漁業林業に向いた国はないと私は信じております。それは肥沃な大地であり、勤勉な農業者であり、そしてまた春夏秋気候がはっきりしておることであり、水が常に流れるという、そういうような条件を具備した国は日本しかございません。それを今まで最大限に生かしてきたか、米を作るということで言えば労働時間10分の1になりました。じゃあその分生産性上がってきたか、そうではございません。浮いた労働力で公共事業に従事してね、誘致企業で働いてねということをやってきたわけです。いかにして農業の付加価値を上げていくかということ、そしてまたそれは世界の中で農地をどんどん減らしてきたのは日本だけです。世界中が農地を増やしてきた中にあって、日本は農地を減らしてきました。それでいいんですかということ、そして食料自給率と自給力は違う概念でございますので、安全保障というからには自給率の分母と分子を考えたときに、食べ残しとか食べ過ぎとかそんなものが入って何が安全保障なんだということは私は思っています。農業者の人口がサステナブルに維持されること、農地がきちんと保全をされること、農業技術がきちんと伝承されること、農業のクオリティがきちんと向上すること、そして世界に向けて輸出をするということは、すなわち自給率を向上させることに直結いたしますので、日本の農産物を欲している人はいっぱいいるんです。それに向けて米もそうです。そういうふうに日本の持っている優位性最大限に引き出すために、今は最大の機会だというふうに認識をしておりまして、農林水産業の持っている力最大限に引き出して国家を維持してまいります。はい、誠に恐縮ですが50分になりましたので、これで終わりにさせていただきたいと思います。23人の記者の皆様からのご質問いただきまして誠にありがとうございました。ということで候補ちょっと次の予定、はい、すいませんごめんなさい、はい、全てお答えをしなきゃいけなかったんですが、本当に申し訳ございません。すいません、私の答えが長かったです。ごめんなさい、お許しください。また随時ご質問ください。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。